死んだか。役にも立たない無能どもめ。地獄の果てまで追いかけて、かな。今今し。行こうか、禰豆子。でも、次はどこに行けばいいん？お！かまど炭治郎、新しい浅草より南南東に。鬼の住む屋敷。頼むよ、頼む頼む頼む、結婚してくれ。いつ死ぬかわからないんだ俺は。だから結婚してほしいというわけで。なんだ。ジェン。うん、そうか、わかった。頼むよ、俺には君しかいないんだ。助けてくれ、結婚してくれ。何やってるんだ、道の真ん中で。その子は嫌がっているだろう。そしてスズメを困らせるな。あ、大福、お前は最終選別の時の。お前みたいな奴は知人に存在しない。知らん。あっただろうが、あっただろうが、お前の問題だよ、記憶力のさ。さあもう大丈夫です、安心して家。はい、ありがとうございます。おい、お前邪魔すんじゃねえよ。その子は俺と結婚するんだ、俺のこと好きなんだから。いつ私があなたを好きだと言いましたか。具合が悪そうに道端でうずくまっていたから声をかけただけでしょ。俺のこと好きだから心配して声かけてくれたんじゃない。私には結婚を約束した人がいますので絶対ありえません。それだけ元気なら大丈夫ですね。さようなら。待て、お前なんで邪魔するんだ。お前には関係ない。何なんだよその顔、やめろ。なんでそんな別の生き物見るような目で俺を見てんだ。お前責任取れよ。お前のせいで結婚できなかったんだから。なんか喋れよ。いいか、俺はもうすぐ死ぬ。俺はな、ものすごく弱いんだぜ。なめるなよ。俺が結婚できるまでお前は俺を守れよな。俺の名はかまど炭治郎だ。そうかい、ごめんなさいね。俺は吾妻善逸だよ。助けてくれよ炭治郎。助けてくれってなんだ。なんで善逸は剣士に、なんでそんなに恥をさらすんだ。言い方ひどいだろう。女に騙されて借金したんだよ。借金を肩代わりしてくれたジジイが育てだったの。毎日毎日地獄の鍛錬だよ。死んだ方がマシだ。最終選別で死ねると思ったのにさ、運よく生き残るから未だに地獄。ああ、怖い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 。きっともうすぐ鬼に食われて死ぬんだ。生きたまま耳からの。どうしたんだ、大丈夫。鬼が怖いっていう善逸の気持ちもわかるが、スズメを困らせたらダメだ。え、困ってた。いや、善逸がずっとそんな女の子にすぐちょっかい出す上にいびきもうる。ちっ、言ってんの。うん、嘘だろ。かー、駆け足、駆け、共に迎え、次の、ギャー。さ、なんて。
善逸も南東の屋敷に向かうところだったんだな。ああ、俺たち共同で仕事するのかな。きっとそうだ。よろしくな。炭治郎はさ、カラスが喋ってることに疑問とか抱かないわけ？最初は驚いたけど、今は慣れたかな。なんで慣れるんだよ。カラスが喋ってんだぞ。おかしいだろ。でも話ができるって便利じゃないか。善逸もすぐになれるよ。そういう問題じゃねえよ。どうしたんだろう。君たち、こんなところで。俺はかまど、こっちは吾妻善逸。君たち、名前。正一と、てる子。正一とてる子か。いい。教えてくれ。ここは、二人の。違う。ここは化け物の清兄ちゃんが連れて行かれた夜道を俺たちには目もくれないで。この家に入ったんだ。二人で偉いぞ。兄ちゃんの血の跡をたどったんだ。怪我大丈夫だ。本当？炭治郎、気持ち悪い音ずっと聞こ音？あっ、鬼の声。善逸。でもそうか。行くよ。無理強いするつ。もしもの時のためにこの箱を置いて。じゃあ。いくつも一人。炭治郎、ナタン、守ってくれるよな。善逸、前の戦いで俺はあばらと、そしてまだそれがか。何をってんだよ。骨折れじゃないよ。折れてる炭治郎じゃ俺を守りきれない。どうすんだ、どうすんだ。死ぬよこれ。死ぬ死ぬ死ぬ。善逸、静かにするんだ。休めはよせよ。違うんだ、俺にはわかる。善逸はダメだ。いや、入ってきたらダメだ。お兄ちゃん、あの箱カリカリだ。だからって置いてこられたら、あれは俺の命よりも大切。あ、ごめん、尻が。部屋が変わった。お兄ちゃんと離れ離れにしてごめんな。お兄ちゃんのことも。さあ、行こう。奥から異様な匂いがする。鍵からかすかに。
屋敷の中のものを移動させる。これが屋敷の主の決起術か。鬼の匂いが強くなったぞ。大丈夫だ、俺がついてる。俺が絶対に守るから。大丈夫だ、俺がついてる。俺が絶対に守るから。よし、匂いの濃さが強くなった。近づいてる。鬼の匂いが強くなったぞ。よし、大丈夫だ、俺がついてる。俺が絶対に守るから。ん？怖いか？うん、大丈夫。よし、匂いの濃さが強くなった。近づいてる。出てきそう。大丈夫だよね？ああ、大丈夫だから離れないようにな。うん。小さい体で恐怖と戦っている。強い子だ、テルコ。いくつかの匂いの中でもこの屋敷、こいつが。あいつらさえ、あいつらさえ邪魔しなければ忌々しい。この境外の縄張りで勝手な振る舞いを。おい、お前。俺は鬼殺隊階級水の塔、竈炭治郎だ。今からお前を斬る。俺が見つけたマレチの子供なのに。
紙が側面にある。部屋が回転したんだ。これがこの屋敷すべてが。あ、なんだ、妙な匂いが迫ってくる。鬼じゃない。ちょっとつわし、なんだあの男。イノシシの日輪刀を持っている。鬼殺隊員なのか。さあ化け物、屍を晒して俺がより強くなるため、より高く行くための踏み台となる。腹立たしい、行くぜ。ちょっとつよし。死ね、消えろ、死ね。虫め、右回転、消え失せろ。左回転、虫め、虫けらどもめ。だんだん分かってきたぞ。また部屋でも、どういうことだ。この屋敷は複数の鬼の。大丈夫だから。いくつもの鬼の匂い。人が食い散ら、人が食い散らかされている。テルコには見せられない。引き返そう。集中しろ。匂いを見失うな。匂いをたどって今度こそ倒せ。この匂いは善逸だ。間違いない。ここを通ったんだ。まだ匂いが新しい。ついさっき通ったばかりだ。それにテルコの兄ちゃんの匂いもする。よかった、二人一緒だぞ。善逸といるなら。善逸って、き、ああ、屋敷の前で。あ、大丈夫なのかな。大丈夫。善逸はああ見え、俺は匂いでわかるから。